大戸学は、福島県藍津若松市及び南藍津郡下郷町にまたがる、標高1415.9メートルの山である。山域の西側は、大川鳩鳥県立自然公園に属する。また、本項目では、大戸学の北に位置する大戸山についても述べる。大戸学は、藍津若松市の南部、大戸町と南藍津郡下郷町との境界に位置しており、 大戸岳の山頂には一等三角点、大戸山がある。藍津若松市最高峰の山で、大戸岳の西側には、阿賀川、大川ダム、ダムによる、人造湖の若豪湖を挟んで、小野岳がある。大戸山は、大戸岳の北北西、約 2.3km にあり、標高は 1273.6m、山頂には三等三角点、小荒又がある。 オート都学周辺の115ヘクタールは、1977年10月28日に、福島県の自然環境保全地域に指定されている。この指定では、ヒノキアスナロなどの天然林を保全の対象としている。1984年、福島県教育庁文化科文化施設整備室によって、オート都学周辺の地層に関して調査が行われた。調査の結果、 放山中の化石が発見された。これにより、地層の堆積した年代、状況が特定された。加えて、調査時に行われた解析により、周辺の地層では海底における地滑りによる変形が見られることが明らかになった。大都学は、福島県の百名山、美島百名山に選定されている。藍津若松観光物産協会、足の牧温泉観光協会、 藍津若松市の主催により、6月中旬に山開きが行われている。山開きの式典は、闇川及び桑原登山口において、毎年交互に行われる。藍津若松市、大戸学山開き福島県、自然環境保全地域一覧表教育福島108号、AB 藍津若松観光物産協会。ありがとうございます。